こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずいつものようにウインナー3本スライスして火を通すのと同時に油を引き出して、こうやって小さいオフの目玉焼き用のフライパンですね、目玉焼き用のフライパンに油を引いていきます。できるだけまあサラダ油とか普通の油を使わずに卵を作りたいということでやってます。で、肝心の卵 LL 2個溶きます。で、炒めたウインナーを大きい方のサラリで、で油を最低限にした小さい方のフライパンに溶いた卵を注いで IH の位置にして IH の位置にして蒸し焼きにしていきます。で、この間にもう2個ですね、卵をもう2個入れといて、もう2個割りといて、あ、塩だ、塩を振って卵を溶きます。で、その間にウインナーですね、しっかりと炒めて油をフライパンになじませていきます。ウインナーの油ですね、ウインナーを皿に入れます。で、ここに卵を注いで卵焼きの準備をします。で、またもう2個ですね、 LL の卵を割り溶いていきます。こうですね、これはスクランブルエッグ用の、はい、で、ある程度固まった卵を巻いていきます。薄くでも油が引けるようにウインナーの油で焦げつかないようにできたら、それがまあ一番いいので、
卵ですね、これを注いでいきます。ワンパターンですね。毎日ほぼ同じものを食べてますね。でもまあ仕方ないです。そんなにおっさんがそんなレパートリーあるわけがないし。コンビニ弁当なんかよりはよほどまあ美味しいですしね、自分で作った方が。はい、卵焼き、ウインナースクランブルエッグ、卵焼きとウインナースクランブルエッグですね。白ご飯です。キャベツと人参のサラダです。キャベツ、人参、サラダですね。キャベツ、人参、サラダ、こっちの方が綺麗かな。キャベツ、人参、サラダ、はい。でこれですね、ほぼ完成ですね。もうちょっと焼いていきましょう。で、肝心の体重測定です。コロナ、インフルエンザ、熱中症、花粉症で、この咳が止まらないストレス、店を閉めるかどうかのストレス、まあ今は太ってもしゃあないです。で、昨日夜食にピーナッツ食べましたしね。体重 55.6、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1307、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 やっぱり夜食にピーナッツ1袋食べたのが大きかったですね。でもまあそんなにね、食べたいもん我慢しても精神的にもストレスになるし、体にも良くないし、今はもう太る時やと思ってます。痩せる気になったらいつでも痩せれるのはもう分かってますから。はい、体重 55.6、 体脂肪率 12.8。 はい、もう一度です。白ご飯、ウインナースクランブルエッグと卵焼き、人参とキャベツのサラダ、キャベツ人参サラダで、こっちスパニッシュオムレツというか、薄焼き卵というか、まあ美味しかったら何でもいいんですよね。はい、俯瞰して移します。これが一番まとまりがいいかな。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。もう一度アップか。白ご飯、ウインナースクランブルエッグ、卵焼き、薄焼き卵、スパニッシュオムレツ、キャベツ、人参サラダ、キャベツ、人参サラダ、これがサムネイルかな。キャベツ、人参サラダをサムネイルにします。マヨネーズとポン酢と塩をかけています。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。